阪神タイガース岡田監督コメントまとめ。大竹は立ち上がりはスムーズ。あの回からはボール高かったもんな。そんな投げてなかったからな。大山は状態が心配されたが、大丈夫言うからさ、それは本人に聞いてくれ。スクイズはフェアに行けば。スクイズちゃうよ、セーフティーよ。先に点を取っていたら、全然違う展開やけど、行ったらあかんやんか。中継ぎ陣の状態は、石井な、ちょっとしんどいな。門別は一回投げさせとかなな。どっかで投げさせようと思っとったけどな。まとめ。大竹は序盤はテンポ良かったが、失点した時はボールが高かった。大山は本人が大丈夫と、石井の状態はかなりしんどい。門別はとにかくどこかで投げさせるつもりだった。